その何を知ってるかよりも誰を知っているかっていうことの方が、うん、融合かもしくはデジタルツインかみたいなのができたら、そういう意味では無敵の僕はツールだなと思って、クローズドでこうつながっているっていうのはすごく大事なことじゃないかなと思いますね。物語の扉。はい、じゃあ佐藤先生、今日のお話の中で、はい、このチャンネルネームが物語の扉ということで、そうですね、決まりました。あの話し合いの中で突然こう降って湧いてきたような、はい、そうです、降りてきた、降りてきたような感じなんで、はい、あのいいね、いい名前じゃないかと思います。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。改めて、はい、物語の、扉の松本でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、今日はあのディクトの山本さんにもお越しいただいてます、はい、お邪魔してます、富山まで、はい、わざわざありがとうございます、遠いところで。初めてですよ、ゲストで呼んでいただくの。そうですよね、はい、ちょっとあのディクトの山本さんのことも少し自己紹介を山本さんにいただきたいなと思うんですけど ね、東京の代々木にですね、去年の3月になるんで、もうちょうど今月1周年になるんですけど、新しいことをしたい人たちがこう集まる場をですね作りまして、まあ、いわゆるビジネスインキュベーションみたいな場所ですけど、そこがあのディクトキューブ東京という名前で、今運営されていて、一応そこの代表をさせていただいていると。でディクトっていうのはそもそもこういうコミュニティの僕の作った名称で、デザイン、イノベーション、コークリエーション、テクノロジーの頭文字取ってあのディクトってあの名付けたんですね。いろいろこの物語の街の話を伺ったり、この間1回目お邪魔して伺ったらですね、まるでコンセプトがすごく一緒だなって思ったような、あのまあそういうコミュニティのですね、あのビジネスもやっているあのものになります。山本と言います。はい。それでいいですか。ディクトの代表ということで今日は、はい、お邪魔しております。僕と松本さんが3、4年前でしたよね、あれ。そうですね、もう4年。もっと前かな。5年ぐらい前ですね。当然前なんですけど、5年ぐらい前か。はい。お互い出張で、サンフランシスコで初めて出会ったんですよね。はい。そこからでも3、4年はね、ほとんどお会いしたり連絡取ったりしてなかったんですけど、ちょうど2年前の暮れぐらいに、なんかのきっかけでね、山本さんから お電話いただいて、でちょうどディクトができる時だったんで、もう最初からディクトのですね、こうメンバーみたいな感じでいろんなイベントとかにご参加いただいて、まあ、ほぼ1年経つ中で、去年の春ぐらいですよね、物語の街の話は聞いてたんですけど、いずれね、なんかあのやりたいねなんて話をしてたら、この物語の扉のこうチャンネルを作って佐藤先生とコラボレーションさせていただいて、ちょっともう日本全国盛り上げていきましょうよみたいなお話になったっていうのが、これこそ僕らの物語で、そうですね、ね、うん、私がですね、多分最初にこういうふうになった最初は、私自身がここをやりながらもう少しこういう考えを広げたいなっていう思いがあって、自分なりにこう少しこう構想とかを練っていたんですが、もうとても自分の力じゃできないし、誰かに相談できないかなって思った時に、松本さんのことを思い出してですね、お電話させてあのいただいたわけですけど、あの松本さんとはもうだいぶ前から、後で多分話も出ますが、ナラティブブックという、ものをこう作っていたことで、まあ、知ってはいたんですが、まあ、そんなに仲良くという仲悪かったわけじゃないですけど、しょっちゅう電話をし合って何かするっていうわけではなかったんですけれども、同じですよ、そういう意味ではね。そうですね。でこの件は多分松本さんが一番その専門というか詳しいんじゃないかなということで、何か話してみたいなということで松本さんにお電話をしたら、ちょうど僕も今同じようなことをやってるんだよということで、そこからなんかすごいアクセレートして、もうすぐに3人で話すようになったというのが多分最初のきっかけじゃないかなと思いますけどね。そうですね、佐藤先生からお電話を確かにいただいて、この物語の街といったこともまず一区切りといいますか、形には一つなってですね、それをこうまたよりいろんな方で知っていただきましょうということも含めてお話をさせていただいて、でさらに次のステップへ進んでいこうということでですね、でも山本さんをすぐに思い出して、これ山本さんと一緒に、そう、暮れぐらいですね、秋ぐらいだった気がするんですけど、はい、興奮して僕に電話だか LINE をされてこられて山本さん来ましたよなんて言って、ありがとうございます、佐藤先生とかねって、そう確かにそこからなんですよね、だからある種あそこからまだ4ヶ月とか、そうですね、大して時間は経ってないですけど、1月半ばぐらいに初めて僕は
あの富山に、そうですね、一回ね、あの来ていただいてお邪魔した翌週に、偶然先生がなんかあの宮古島に行くんだって話だから、私も今宮古島であのグランピングリゾートの事業やってますんで話をしたら、一緒に行きましょうって2週連続お会いしたんですけど、1週目が富山で2週目が宮古島だったっていうね。その宮古島ではすごくいろんなお話を、そうですね、なんかああいう場所でああいうこう話ができるっていうのはすごくいいし、またそういうなんか空間をね、私たちも作っていければいろんな人が集まっていいなと思いますね。そうですね、またああいう、こう場所がいろいろなところにあって、でそこにこう人が動けるようなことができたらということも、そうですね、なんかお互いのなんか悩み相談というよりは、もうそれぞれがもうそれぞれにある程度のことをされていて、その上でちょっとなんか楽しいことやってみないっていう、そういうなんか感覚がすごく楽しく、そうですね、できましたね。本当に化学反応みたいなね。これは今回ね、この物語の扉としても非常にこういいお話、いい物語じゃないかなということになるのかなと。そうですね。そうですね。今度北海道、当別と、あと沖縄とということで、まあもちろん富山も一つ中心には置きながらも、こう連携をしていくっていうお話もあったので。そうですね。あのまあ、そういうことができればいいなというふうにずっと思っていたことが、まあ、お二人にお会いして少しこうスピードアップしたというか現実になってきていて、そういう意味ではものすごくワクワクした感じはありますね。先生もっと前から ね、この物語もやられてたわけですけど、僕がやってるよりももっと高度にあのこの街づくりをされてたわけですけど、一個だけ多分足りないことで僕がやってたとしたら、こういうなんかメディア戦略といいますかですね、動画でみんなに見せていくとかいうことだったと思うんですよね。それをまあ松本さんが今回こう紡いだというかですね、ぜひちょっと一緒にやらせていただきたいということでですね、うん、始まって、で多分あのこの映像を作りながら皆さんにも知ってもらいつつ、またこう富山に人も来ていただいたり、またあの北海道にも行くこともあるでしょうし、宮古にも行くこともあるでしょうし、沖縄にも行くこともあるでしょうし、ということでこう人がこう動くといいますか、人流が作れるみたいなことがこの映像プラットフォームの中でもできていけたらいいなと思いますし、そうですね、そうなったらすごく素敵なことかなと、面白いかなと思ってるんですけど ね、 そうですね、はい、ワクワクする感じなんですけど、僕いつもお話しするのはあの盆踊り作戦って呼んでるんですけど、結局それってあの日本の文化として、まあ、日本だけじゃない、世界中ですよね、あの人類文化としてずっと残っているあのフェスティバルとかお祭りってやつは、やっぱりこう村のコミュニティの士気を上げるみたいなこととか、収穫の感謝みたいな部分ってあるじゃないですか。ありますね。でずっとこのお祭り騒ぎっぽいことをビジネスでも、まあ、プライベートでもちょっとイベントチックにやってたんですけど、まあ、YouTube とかがね、ここ昨今こうできてきたってこともあるんですけど、映像の力って本当すごくてですね、特にこう、まあ、佐藤先生のところでお持ちのこういうせっかくいいものいっぱいあるじゃないですか。今日のこの蔵だってそうですよね。こんな蔵なかなかないじゃないですか。しかもうまくこう、まあ、いわゆるリフォームされて現代風に古いいい部分は残して、でこういうのってやっぱ伝わらないとですね、こんなのがあんのかとかってことも誰も知らないし、この蔵はですね、実はこの町の中に2つ蔵があって、まあ、最初はその全部壊した方が安いです、新しく建てた方が安いですよって言われたんですが、まあ、残そうというふうに思った、まあ、大きな理由はその風景を壊してはいけないというちょっと考えがあって、砺波市の太田っていう村の風景、これを残さないとやっぱりダメなんじゃないかなっていうふうに思って、ここをこうあのリノベして、こういうような形にして、だから周りの近所の人たちは、ああ、あの蔵きれいになったねって言ってくださるので、いかにも新しくできた別の施設っていう感じではなく、地域の中に受け入れてもらってるっていうのは、そういうところがあるのかなと思いますね。なんかその建物とかの話もなんかまるで物語ですよね。そうですね、もう町にも物語がある、人だけではなくてね、町には町の物語があるので、その物語をちゃんとこうつないでいく、で書き換えるにしてもこう連続性を持ってこう書き換えていくっていうことのね、大切さじゃないかなとは思いますね。僕もこの太田っていう地区の周り車でね、回らせてもらったじゃないですか。よくよく見るとやっぱり古い古民家みたいなのが、まあ、リフォームされて壁面とか新しくなってるんですけど、やっぱマッチしてるんですよ、あの立山連峰とかと、あの平野とね。
すごいだからこう融合してますよね。融合してる、本当そう思います。景色をなんかやっぱ壊しちゃいけないって よく分かりますし、なんかこう一つのアートになってるなって感じが本当にするん でこういうのを映像に残してですね、まあこうやって対談もそうなんですけど、見せるとで世界中の人が見る機会があるので、そうするとですね、地球の裏側から富山行きたいなっていう人が出てくるんですよ。これが僕ね、今の現代の面白いとこで、そういうなんかファンを ね物語の扉でこうなんか人流がね、まさにそれこそね、人の流れを、ね、そう扉を開ければというところですよね。先ほどのお寺のこともありますしね、ああいった素晴らしい文化施設が、ね、残ってるんですけど ね、うん、ハイデラね、あれなんかもううまくここみたいにリフォームしたらもう多分ペンションみたいにホテルみたいにもなるでしょうし、それこそこうコワーキングスペースとかね、カフェみたいにもなるでしょうから、あれ壊したらもう二度と作れないなって僕も思ってね。なんかね、そういったことをなんかうまく今の新しいテクノロジーとこう今の歴史物語を邪魔しない形で何かね、そうですね、こう融合かもしくはデジタルツインかみたいなのができたらいいですよね。佐藤先生、あの、はい、ナラティブブック、はい、ね、ツールとしてのナラティブブックもあると思うんですが、まあ、これをちょっとこう生まれた経緯であったりとかをちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですが、はい、ナラティブブックは、まあ、あの医療をやっていく中で情報を一体誰が持つのかっていうことを考えながらこうできてきたものなんですけど、普通私たち医療で行くと患者さんがいて、そのデータ、血液検査のデータとか病気のデータを実は周りの医療者側がみんなで情報を共有していて、本人がそれを共有できていないということが今までずっとあったわけですね。本人が薬の名前も分からない、病気も分からない、そんな状況でいたわけですけれども、それはやっぱりおかしいなって思っていましたし、それがその医療の中ですごい手間というか手数をかけていた、ここを何とかできないかな。その時に、いや、個人の情報は個人のものだから、個人に貼り付けて必要な人がお願いをして見に行くのが筋じゃないかっていうふうに思ったんですね。で、そうすると今までのシステムとちょっとこう全く正反対というかにはなるんですが、個人のデータをどん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 個人でこう貯めていく、それはデータだけではなくて自分の生き方とかライフヒストリーをこう貯めていくようなものがもう今の ICT の技術を使えばできるんじゃないかということで、まあ、松本さんも含めて皆さんにお願いをした。やっぱり自分の情報は自分で管理、他人のものではないというふうに思ったので、こう始めようかなっていうのが最初のコンセプトでしたね。今のお話って結局その医療だけじゃなくて、もう全てのこうプロジェクトとか特にビジネスでも使えると思うんですよ。でも使えるなというか、むしろ今僕らも SNS いっぱいやってるんですけど、全部こうマスのコミュニティじゃないですか。全世界使うみたいな、何百万人みたいな、もっとかフォロワーもね、何万人とかって話なんですけど、クローズの方がいいなっていうふうにプロジェクトやってると思うんですよ。特にコミュニティやってると思うんですけど、だから SNS なんかもまあいいねというか、お友達申請してお試しになればまあ情報を見れますけれども、基本的にそんなにたくさんの人たちを詳しく知ってるわけじゃないから、もう少し今山本さん言ってるクローズドで本当に必要な情報と必要な議論ができる、さっきと、まあ、簡単に言えば仲間みたいなものが自分でこう作れるということはすごく大事じゃないかなと思うので、その本当今おっしゃった通りで、リクトキューブ東京っていうその代々木のコミュニティインキュベーションってビルがちっちゃいんで狭いんですよ、フロアが。で狭いから最大でも15人とか、だいたい1回のイベントとかで20人ぐらいまでしか集まれないんですよ。その代わり、もうものすごい濃いこうコミュニケーションになって深い関係性ができて、でもうどんどん次のプロジェクトとかみんながこうアイデア出して生まれていくみたいなコミュニティになっていってるんですね。であれ、僕ももちろん僕も100人単位とかのコミュニティとか参加したり出たことあるんですけど、やっぱほぼ名刺交換で終わっちゃうんですよね。やるのはいいんですけど、リアルにみんな家帰っちゃうじゃないですか、終わったら。その後のコミュニケーションツールがさっき言ったそのマスのコミュニケーションしかないもんですから、 SNS 上でも濃い関係性を維持できないんですよ。例えばコミュニケーションは取れるんですけど、誰かが何をやってるかまでは見れないんですよ。ぴったりだなって思ったのが本当去年で、
でちょっとこう今もう実際もうまさに DAO みたいなちょっと手助けできるよみたいな人たちがね、それがやっぱりクローズドな人の中から出てくるっていうのはいいことですよね。でみんなもちろん知り合いで、みんながこうステークホルダーなんですけど、だいたいあと理念みたいなのも根底では共通なんで、でうまくいくんですよ。で早いんですよ、進みが。でそういう意味では無敵の僕はツールだなと思って今 お願いさせてもらってるっていうところなんで、それはいいことで、なんか新しい展開ですね。医療から始まってそういうふうにビジネスの方に、でも考えてることはね、基本的な哲学というか理念がね一緒で、やっぱりそれはものすごくいいですよね。ただナラティブ君の一番いいところは、自分でつながる人をある程度指定できるっていうところだと思うんですよね。ここが本当にクローズドだ、クローズドな感じがいいですよね。ビジネスだけじゃないですしね、ノンプロフィットの仕事とかプロジェクト全部がそうなんで、本当に何でも使えるなっていう、その何を知ってるかよりも誰を知っているかっていうことの方がやっぱり年取ってくると効いてきて、知識なんてのはある程度もう限界もあるし AI にかなうわけないんだけど、こう誰を知っていてこの人に聞けばなんとかなるよっていう、そういうつながりでこう何て言うんですか、こういうナーティブックみたいなのを使った形であのきちっとクローズドでこうつながっているっていうのはすごく大事なことじゃないかなと思いますね。なんで先生よくおっしゃる物語はこうね書き換えられるっていう今のお話って、さっきの医療で使われてたナラティブブックが僕はじゃあビジネスで使いたいみたいな話もまさに書き換え、そうですね、ナラティブブックの書き換えなんだろうと思うんですね、概念の書き換え、それはもうどん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 進んでいくべきだろうと思いますよね。一つのところにこう留まらないっていうのがやっぱり物語のすごく大事なところだと思いますのでね。なので今後の展開がね非常に楽しみ、そうですね、さらに楽しみ。今まずね佐藤先生物語の街をこういっぱいちょっと私たちも勉強させていただいて、こういった形で取り上げさせていただいて、ありがたいことですけどね、さらにねこう広がりを作っていけたら、そうです、ね、物語の扉の第一歩、はい、そうですね、第二歩、はい、ぜひちょっとこれからもですね、まあ物語の扉という形で決まりましたので、はい、ね、これをずっと繰り返していけるような形で進めていけたらなと思いますので、はい、じゃあね、まあ、そういった形でまたこういったあの、はい、いろんなこう異業種といいますか、いろんな方々が集まるような会をまた広げていきたいと思いますので、あのみんなで考えていけたら、楽しくね、はい、やれたらいいですよね。そうですね、よりこうみんなが豊かになる、便利になるようなことを、はい、楽しいと思います。チャレンジできたら面白いと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。またプログラムよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。